とりあえずね、種付けの方があったんで、まあ進めていきますけど。あと何買おうかな、馬。ちょっとね、悩むところであるんですけど。よいしょ。危ねえ。ライトつけっぱにした。よいしょっと。ちょ、これでマローン自身も初勝利か。で、アドマイエが勝ちと。ラッキー。それ、加熱ルーブ、ここは負けないでしょ。うん、大丈夫そうっすね。で、ファストフレンドを、まぁ、ちょっと小雨降ったやようか。じゃあ、確かに前にするか。で、そうね、ゴールドティエラもちょっと今回は差しでいきましょうか。ほほ、そうだとゴールドティエラか、軍配は。オペラを勝つと思うんだよな。でしょうね。でしょうね。そうですね、これでだからオーシューバーは全員勝ち上がりか。あ、ごめん、サマリテンがまだいなかった。おめえタイミング悪いんだよな。まあでもとりあえず今回岡部が言ってくれるんで、多分どうにかなると思うんだけどな。そうね、竹子で大阪に2着に、まあ全然健闘なんだよな。つかトップロードずっと竹子のやつくれてたんだ。それはそれでありがてえな。まあそうです、とりあえず米国1本使って、まあちょっと宝塚ローテーションきつくなりますけど。どうなるかね。とりあえずバウンティはそうですね、一応前走海外使うんで、楽しみは楽しみなんだよな。あと中距離ダートは、この辺か。あとはパシフィカスか。あ、パシフィックか。ドバイミニアムにさすがに喧嘩売れないんでね。まあ、とりあえずあとは、帰国してみてから考えるか。そうですね、ノボジャックも1本叩けるんで、早めに叩きてえな。でも完全に前走、そうですね。全日本勝っていこう。中津技なんだよな。伸び、ガス欠して、そうですね、伸びきれずなんで。もしかしたら海外戦線無理かもな。ちょっと帰国させるか。一応、清流ステークス経由で、まだまだレースあるんでね。北海道スプリント行って、そうですね。サマーチャンピオンか。行って。そしたらまあ、そうですね。ここで放牧出せばいいんでね。よし、こんなもんかな。で、キングヘイローは、そうですね。ジソンの競馬次第ではもう引退やめなしなんだよね。ちょっと竹が被ったけど。ああ、なるほど。田中の代打か。そうね、名称と東京にどうしようかな。でもオークスも大事なんだよな。とりあえず横乗り借り出すか。そうですね、大丈夫そうですね。借り出すかっていうのも問題な話ですけど。もうドバイ見れるのとモンジュがドバイ、本当にドバイのより差し損ねたから、マジでコンスタントに走ってくれるから楽っちゃ楽だな。イーグルカフェか。なるほど、これで三冠パーか。
サマリテも勝ったんだ。なるほど、結構じゃあ、そうですね、初勝利さえしちゃえば、結構欧州方面も意外とどうにかなるんだ。じゃあ、アグネス・イジェルか、軍配よかった、勝ってくれて。アグネス・イジェルこれで負けたら、そうですね、NHK 吹っ飛ばして首にしてるんで、危なかったな、危うく。まあ、その NHK 前でもちょっとそうですね、鉄クリックなんで、不安感は、残んなかったよかった、よかった、本当に。今ちょうど8時半なんで、そうですね、この動画1本撮ったら、尺的にはちょっと9時ぐらいになるんで。ちょっと待ってくださいね。さあ、アグネス・イジェルがここで連投で勝つか。できればね、エンシンプレストンにもね、構想してほしかったけど、アグネス・イジェルに軍配か。強えな、アグネス・イジェル。ノボジャックわざわざね、国内回避してきたんで、ここ負けたらちょっと痛いんだけど。大丈夫そうですね。国内じゃ大丈夫そうか。まあ、ツザ・ベクトリーもそうですね。ここ負けてるよ、じゃ。うん、大丈夫ですね。今年多分 G1 負けたのは唯一あるか、川崎記念だけか、国内は。クローバーが除外か。クローバーが除外もちょっと痛いな。クローバー、クローバーと。こっちか。ああ、なるほど。確かに人気的にはって感じか。なるほどね。なるほどねとしか言わねえな。あ、でもどっちにそうですね、イーグルカフェが多分ここ構想してくれると思うんで、まあイーグルカフェに任せるか。2着か。まあまあいいや。2着なら検討だわ。おお、名所ととなんだ、ここは。なんか意外だったな。失礼ながら。そう。あ、まあ2着なら検討だわ、全然。さあ、誰が勝つか。
一応3番人気、1番人気、決人気か。いや、スキップしてみる。うわー、4着飛んだなー、派手に。完全にそうですね。コッパみじんというべきことですよね。いや、でも本当に思ってる飛んだな。まあ、多くね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。多くね、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 多くね。ちょっと待って、多すぎる。そうか、なるほど。香港経由で行ったのが、愛国、アイルランド行けたんだ。まあ、米国は無理だけどって感じか。なんで日本ダービー変な騎士が乗ってんだよ。うち、どんだけ騎手手配見せたの。別にみんな走れるからいいか、うん、完全にガス欠したんだ。まあ距離、ああそうか、距離がそもそもか、じゃしゃあねえな。うん、こっちはそうですね、完全に競走馬としてって感じか。まあ早熟なんで多分もう今年いっぱいで無理でしょ。生涯一度の大舞台、ハーフのスナイパー G1 コース すげえな、ドバイリーの今のところ今年負けなしか。まあまあ本当に短距離馬って感じが。じゃあ今年そうですね、サマースプリント呼べんのか、ギリギリ国内馬じゃなくても外馬なんで。その呼べるんだよな。じゃあ呼んでみようか。まあ2着ならいいや。全然いい。2着ならむしろ健闘なんだよな。おい、そこでイージンプレッソン勝つなよ。ってことは多分アグネス・ディちゃん2、3着には入ったのか。おお、オペラオとデカだとデカが勝つんだ。なるほど。なるほどでもねえけど。まあ3着か。うん、一番人気。一番人気が誰だこれ。白熱フライとか、なるほどね。こうなら最終手段、全員追い込み一本やり。たまにこんなやり方ってね、モロハナ追撃になるんですけど、たまに勝つときあるんですよね。いや、アグネスフロイト早い、無理だ、あれ。そうですね、完全に刺された。うわー、ここでダービー取りこぼしたか。終わったな、これ。むしろコッパみじんって言ってもいいぐらい本当に負けたね、こっちも。はぁ、ダメだこりゃ。多分鉄クリックなんか多分騎士の差っていうか距離が長すぎだろ。まあどうでもいいやしゃね、負けたんだから。ここまでコッパみじんに負けると思わなかった。なんか今いる競争が全員クビにしてる気分だな。
あ、そんなに不渋滞いないんだ。それはラッキーだわ。種付け量で32億か。すげえな。プロと完全に距離長かっただけですね、負けた理由は。そうね、今年やるか。藤田一投だけっていうのは結構ありがたいな。君も勝ち倉的にはどこまで行ったんだ。ははは、すげえ、クラブより上じゃん。しかも、名声、え、すごくね？俺、こんな名声あんの？今。すげえ、8番なんだけど。え、バカじゃん。まあ、じゃあ、そうね、無理にダービー取れなかったけど。まあまあまあ、しゃあねえか。そうね、とりあえず。エイシンプレッソン、確かに前走勝ってくれたけど。これ3冠かかってるっちゃ3冠かかってんのか。疲労すげえな。いや、これは無理だ。酷使できねえ。一番速い短距離はあとどこあんだ？アグネスイッチも完全に広がってるのか。いやー、ここは酷使してえけどなー。やっぱり緊急帰国っすかね。そうっすねー。確かにここで故障されてもね、たまったもんじゃないんで。一応緊急帰国にして、放牧出すか。あとは特段そうね、疲労困憊組はファストブレンドか。まあそしたら帝王賞別に使ったら、もう放牧出すんで。タップダッシュでも聞くは無理なんだ。なるほどねー。なるほどねーとしか言わねえな。そっか、車の確かにそっか、マイルは持つのか、絶対。じゃあ大丈夫だ。ちょっとお待ちくださいねー。
そうそう、欧州部は完全に後ろから行けばどうにかなる馬が。ただただただ。あ、鈴木するかびっくりした。学習能力か。へえ、面白いね。すげえ遠数だな。オペラ王、トゥザ・ビクトリー、ステゴ拒否、アドマイア・ベガ、ワシントンから無理、キング・ヘイロー、無理だろ。フネスイジャルも無理っすね。で、ファーストフレンド、ダートバじゃん。成田トップロード、まあ、これでいいか。おっしゃって5頭入れてる。1、2、3。あ、なるほど、ファレノプシスか。あ、違うわ。誰だ、あと1頭。あ、なるほど、こいつか。どうしましょうかね。まあ、最後の一冠でどうなるか。あ、でも G3 位置もね、勝ってるんで、そこまで悪くはないと思うんですけどね。バウンって勝てるんだ、バウン、米国ぐらい。すげえな、しかもロジータの子か。なんか意外だったな。これはあれだよな、こっちの米国のものなんだよ。もうとりあえず全員。あ、まあ5着なら全然いいや。そうですね、最後の一冠で5着は全然健闘なので。もうマローン2着やるじゃん。それは普通にすごいわ。大丈夫ですね。ライデンリーダーの子か。意外とスーパークリックってシバーダーと共にか。すごいな。あ、でもそっか、途中にここ竹つけるべきだから、機種固定したな、失敗したな。
で、ここで、まあ、そうですね、新馬買ったんで、まあ、速攻で海外行けるんで、ちょっと海外行くか。一応、まあ、黒船自体はね、やっぱりダート馬でもあるし、まあ、芝馬でもあるし、両方行けるんで、ここはでかいな。やっぱりここの新馬買ってくれたのだいぶ違いますね。イーグルカフェがこうやって来たと。イーグルカフェ。イグラファン米国には忘れてた。一応、うん、大丈夫か。多分もしかしたら来週の騎士の手配見せたかもしれないけど。そうですね、もしかしたら来週の、そうですね、宝塚記念ダブルアルファ。ちょっとまずいかも。ああ、ペイモーションばっかりやってかよ。完全に宝塚くね。周辺しまくったな。しかもあれ、あ、オペラマでもそっか、渡るようになってから。まあ問題ねえか。よし、オッケーと。やっぱモンジュ強えな。ちょ、ドバインとモンジュまだ今年も無敗っすからね。二頭とも。ステークも追い込みでいいかな。ああ、それでも3着か。まあまあ、距離4000はね、なかなか日本の馬にとってきついんでね。すげえ、ワシントンから負けたんだ。まあまあ、2着だったら、ウィングアローか。誰かわかんないけど。そうですね、誰かわかんないな。まあそうね、一応オペラをさえ差しにしとけば。でも、つさべきそれが結構ね、一心食いそうで怖いんだよな。頭やべが見ますからね。ちょっとオペラ王になったら追い込みしよっか。誰が勝つか。オペラ王ナイス！こいつはすげえ。そうね、だからダート2杯と、オークスダービーと、まあそうね、クラシック2冠関係は全然違うけど。まあ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 、うちにしては。賞金そもそも、すげえな、6000して、すげえ綺麗に掲示板入りまくったのか。まあ1個だけ着やと思いましたけど。もう米国はそうですね。まあまあまあ、3着1個か。まあそうですね。ドバイミネオンがね、ちょっと走れない週は。これ。いやー、ごめん、キングジョージはね、どっちみちうちのモンジュが行くから、あ、でも喧嘩市民のもありか。行ってみようか、じゃあ。疲労状態もそんなに良くないんで行ってみましょうか。
3とか結構多いな。じゃあマンハッタンカフェに、まあ、海外遠征つけとくか。ペイオージャンはどうしようかな。まあ、身体強化でいいか。タイムパラドックスね。そこいつも身体強化で良さそうっすね。尺的には30分なんで、そうですね、この週だけめんどくさいんで終わらしちゃって、次行きましょうか。そうですね、ちょっと休憩してから、N ゲージの動画に、ね、切り替えれますんで。まあ、5着なら全然いいよ。その欧州馬が完全に追い込みにしとけばどうにかなるパターンがちょっと増えてきたな。あ、やべえ。もしかしたら一頭ダービー登録するの忘れたかもしんない。またやっちゃったよ。一応ね、オークス買って、本当だったらジャパンダートダービー出したかったんですけど、どうだろう、自分で登録してくれたかな。あ、やっぱり無理そうっすね。そうそう、オークス行った子がいなくなってんな。まあいいや。わかんないんで。来週は欧州で走るんで、そして来週は欧州で走るのは全部、今週走るのこれはそうか回避できないんで。あれですけど。まあじゃあこの2頭だけは、そしてうちの機種使いましょうか。まあ、そうですね、一旦ここで、セーブして、まあ、ちょうど今ね、9時3分なんで、まあ、ちょっとね、20分ぐらい休憩してから、そうですね、まあ、ちょっとエネルギーの動画、バンサーが取れたと思うんで、終わりたいと思います。で、また次回の動画で終始ありがとうございました。